ベッドの上に大きな石を置いた状態を想像してみてください。ベッドはその重さのためにスプリングが縮んでいます。重い石が乗っていなければ普通の状態なのに、石があるためにふかふかと気持ちのいい状態になりません。ベッドに乗る石は大小様々です。まず最も軽いもので、すねる、腐る、ひがむというもの。これらはだいたい1つが1キロくらい。続いて2キロのものに、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句の誤解にあたるもの。3キロでは、イライラ、立腹、怒鳴る、威張るなど。4キロでは、恨む、憎む、呪う。5キロでは、喧嘩、敵対、攻撃など。最も重い部類で6キロの殺生という石が乗ることもあります。それらをどければ、もともと人間は明るさ、優しさ、温かさ、自分への厳しさ、素直さ、奥深さ、謙虚さ、感謝の心という8種類のスプリングを持った素晴らしいベッドです。人格を磨くということは、もともと持っているものを抑え込んでいる石を取り除くだけ。だから、そんなに難しいことではないのかもしれません。